川村です。本日は事務所で突然友人に会いました。どうも、こんにちは。聞こえる？聞こえる？今日は、突然なんですが、友人と ASMR を撮ってみたいと思います。なんかもうこれすごいですね。めっちゃ聞こえる。初めて ASMR、なんかちっちゃい声で喋ると気持ちいい、そう、ゾワゾワする。で、こっちが左耳。あ、ほんとだ。そう、友達、すごい、結婚おめでとう、ありがとう。そっち右耳ね、そっち右耳。新婚生活どうですか？今のところ楽しくやってます。いいね、今のところっていうのがいいね。こう現実を見てるね、ちゃんとね。現実みたいな。なんかご飯とか旦那さんのために作ったりしてるんですか？基本的には作っていて、週1くらいで7日作るの大変だから1日外食挟むみたいな感じです。いいね、いい関係だね。なんて呼び合ってんの？私は、ケケって呼んでます。ケケ？なんで？刑事なんで。刑事くん、刑事さんだからケケって呼んで。向こうはトト？トモです。トモじゃないんだ。普通。普通。いいね、ラブラブだね。そうですね。すごい。今日はあれ、今日は報告。何？報告何？急に何かあったの？エミカさんに報告あって、内緒話で。内緒話？いいよ。何？その時ちょうどつわりの時で実家で死んでました。そんな時に返信くれたんだね。申し訳ないよ。ありがとうございます。お腹の赤ちゃんも一緒にだから3人でお祝いしよう。楽しい。だっておめでとう。ウェルカム地球。ウェルカム地球。ウェルカム。すごい、人から人が出るってすごいね。びっくりですよね。びっくり、不思議な感じ。やっぱさず来るんだね、来てくれんだね。でもちょうど YouTube で、赤ちゃんいない時に、結婚の報告した後に、神様 YouTube つけてる時に、YouTube 友チューブで、撮ってる時に、神様3人子供授かりませる、授かりますようにみたいな、すごいって言ってたら、その後で来たから、聞いてたのかなって。聞いてたのかい。もう意味ないですね、普通に喋っちゃった。なんか準備してんの？いろいろ。いや、まだ腸のまだ性別がまだ分かんないから、ギリギリ、だからお洋服とかまだ買ってなくて。そっかそっか。じゃあ分かったらこっそり教えて。もう私親戚のちょっとおばちゃんに嬉しい、いっぱい買いたいな。嬉しい。なんかね、まあ一人目なんで、どっちでもいいかな。そうね、そうね、でも両方欲しい。両方欲しいです。それ、私もケケって呼んじゃうけど、ケケも両方欲しいって言ってる？ケケも両方欲しい。あ、じゃあいいね。みんなで。でも男の子の方がいいのかなとか思う。そっか。いろいろスポーツとかもね、一緒にできるし。私はでも女の子は髪の毛とかやりたい。ああ、いいね。じゃあ、やっぱり2人？3人。3人みたいです。いや、すごい。でも、どっちでも嬉しいね。ね。すごい。やっぱ重いの、体。いや、なんか私、胃が弱くて。そうなの？はい、もともと。で、なんかつわりとかもそうなんですけど、多分そのホルモンバランスで、その消化器がちょっと弱るんですよ。そっかそっか。それで、だから普通の人よりも多分すごい弱いから、胃もたれとか、心配だね。結構ずっと続いてて、大変。つわり終わってからも、なんか気持ち悪いとか。そっか。だからそれがまだ若干続いてるんですけど、まあでもマシになってきたんで、ね、やっと食べれるような。あ、よかったよかった。そうね、そうだよね、2人分食べなきゃいけないから、ね、大変だよね。
でもなんか、あんまり2人分食べ過ぎても良くないらしいんですよ、うん、そうなの？ダメなの？そうみたいな。私もちょっと詳しくないけど、 それですごい太りすぎても、うん、赤ちゃんに良くない、なんかさ、よく聞くじゃん、酸っぱいものすごい食べたりとかさ、うん、マックのポテトばっかり食べたりとかあんの？なんか、あ、でもジャガイモは結構そのつわり中でも食べれたけど、うんうん、もう本当に今まで生きてきた中で、うん、一番と言っていいぐらい、うん、大変とか辛い、まあ、その幸せな辛さだけど辛くて体が、うんうん、でずっと天井見て、うん、何考えてたの？もうご飯が大好きなんですけど、もともとそうだね、友達もいっぱいもりもりね食べるよね。でも食のこと考えるとおえつするんですよ、うん、なんで？わかんない、変ですよね、うん、だからなるべくご飯のことを考えないように。何考えてたの？このままいつ終わるんだろう、これ。ただただ時が経つのを待ってたんだ。本音があるだけですよ。すごい大変なんだ。薬も飲めないから、もうずっといつ終わるのかな。なんか私が助けられ手伝えることあったら言って。ありがとうございます。そうだから、そのご飯も、うん、その時はもう何の飲む作れなかったんで、うんうんうん、結構母親が近くにいてくれてて助けてくれたんです、うん、救われたんですけど。よかったね。もうでも、あの料理の匂いがこうちょっとでもすると気持ち悪くなっちゃうから、うん、不思議。そう、すごい。なんでもなんか部屋で、うん、逆に私はアロマの匂いとかは大丈夫だったんで、ラベンダーだったりそういうのは、あとフレグランスも大丈夫だったんで、うんうん、それがダメっていう人もいるんですけど、人によって違うんだね。私はそういう匂いにして、うんうんうん、とりあえずご飯の匂いがなくなりました。うわ、すごい。そう、すごい。じゃあ、あとはもう一緒に育っていくんだね、ともちゃんと。ね、うん。なんか突き出てると男の子でとか言うよね。言いますよね。で、あの、なんかこう、ね、どっちだろうね。もともと細いからね。わかんないね。わかんない。すごい。いるんだね。こうやっていいのかな。なんか下ら辺にいるんですか。やっほー。でももう耳が多分もうできてる人聞こえるらしいです。聞こえるの？はい、はじめまして、川村です。シュール。はーい、はーい、やだー、楽しい。話しかけてる？話しかけます。なんていう話しかけてんの？エビちゃん元気？やだ、エビちゃんにしてくれてる。エビちゃん、あ、ベビちゃん、ごめんなさい、すいません、すいません、ベビちゃん、エビちゃんって聞こえちゃった。エビちゃん元気。さあ、なんかこうやってちょっと動くの？あ、まだ態度感じられなくて、ちっちゃいから。でも話しかけてます、一人で。いいね。だからさ、出てきてからさ、地上にさ、はい、なんていうの、地上に生まれたら、生まれたら地上に出てくる。あれよく言うじゃん、あの覚えてるとかさ、うん、そういうのも、いますよね、聞いてみてよ。3歳ぐらいだったら、うんうん、言葉しゃべれるんだったら聞きます。お腹痛よみたいなさ、楽しみ。じゃあ、あのこれからも、はい、あのともちんの動向を私は勝手に追っていきたいと思います。嬉しいね、本当おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ともちむも見てね。あ、そうなんです、急なコラボ動画なんですけど。じゃあね、じゃあね、またね。いきなり声大きい。はーい、皆さん、ともちゃん、ともちむもあのぜひご覧ください。お願いします。ありがとうございました。スペシャルゲスト、ともちんでした。バイバイ。と、ベビちゃんでした。